方を考えればどんな方でも合格に近づくことができますので、なんかどうも沈黙しちゃってる方が結構いると思うので、そういった方でこの動画をご覧いただけたら具体的な解き方が分かってくるかなと思います。で、解き方なんですけど、こんな、まあ、例えば表現があって、表現が同じ表現がこう並んでると、で 1,2,3 と3つあって、その表現の中で1つだけ違うもの、用法とか意味が違うものを選びなさい、まあ、この表現というのは全く同じ言い方をしてるっていう、例えば先に問題出してるんですけど、1番2番3番でこの例文があるんですけど、全く同じとこどこですかっていうふうに言われたら、ここの部分だと思うんですね。食べられた、1番は、兄にプリンを食べられた、2番は嫌いなものが食べられた、3番ゴジラに食べられた、とかっていう意味があった場合、この赤く囲った部分が同じ表現が並んでいる、でその表現の中で1個違うものを入れるんですよ、まあ、これに関しては割と感覚的でも、あ、これかなというふうに思える方結構いるかなと思うんですけど、じゃあ、どういうふうに解くかというと、ここがこのですねイコールを先にするというポイントなんです。どういうことかというと、この表現それぞれを違う表現に変えてみる、違うんだけど同じような意味になりそうな表現に変えてみる、まあ、ある A という表現になって言い換えた時に、例えば一つだけ、あ、なんか3番だけこの A に言い換えられないなっていうふうになった場合、つまりこの1番2番は同じく A という表現に言い換えられるということは、1番2番は同じ意味だっていうふうに考える可能性が高いです。逆に3番だけ A という表現に置き換えられなかった場合は、まあ、つまり1番2番とは違うんだな、違う意味なんだなっていうことが分かってくる。あと、他にパターンとしてどういうパターンがあるかというと、まあ、違う、例えば B という表現に置き換えるに、これは逆に1番と2番は B という表現に置き換えたら変だとね、置き換えられないなーっていう風になる、でも3番だけは B に置き換えられるってなった場合、これまた同じく1番2番は同じ意味である可能性、同じ用法である可能性が高くて、3番だけが違う表現だ、違う意味の用法だっていう可能性が高くなるんですよね。っていう風にこの、まあ、全てではないんですけど、一つの方法として間違い探し問題、これだけ、この中だけで違う意味とか用法を選びなさいっていう問題に関しては、置き換えていくってことをまず第一の手法とすべきなんですね。こうすることによって、あ、違うものが浮き彫りになってくるっていうことが分かる。じゃあ先ほどの文 1,2,3、この3つある文っていうのをじゃあ置き換えて、これに関してはね、まあ、かなり簡単だと思うんですけど、まあ本当はね、もうちょっと文脈を入れないと決定打にならないんですけど、まあ、この文だけ見て感じ取れる範囲っていうことで、まあ、簡単な例題として出しておきます。兄にプリンを食べられた、嫌いなものが食べられた、ゴジラに食べられた、まあ、これに関して先に答えてしまうと、食べられたという表現は実は2通りの解釈が出てくるんですね。1つ目が受け身の解釈、食べられたね、それをされたみたいな意味で食べられた、あともう1つが食べることができたという可能の意味なので、まあ、食べるっていう動詞は、下一段活用動詞、つまり日本語教育的に言うと2グループの動詞で、それの受け身の形と、可能な形っていうのは食べられるという同じ形を持つんですね。まあ、そこにおいてラヌキっていうのが、出てくる可能性があるんですが、それはまたラヌキの動画、ラヌキの動画も結構伸びてるんでよかったと思いますね。で説明していますので、まあ、詳細をそちらに預けておりますね。で、まあ、受け身と可能の意味があり得ると。なのでここの赤い表現に関しては、あ、受け身かな、もしくは可能かなという意味に分かれるんですけど、じゃあ例えば、可能であるならば、このさ、できる、かけるとかられるみたいな言い方もありますけど、こんな言い方もあるんですよね。何々、まあ、することができるみたいな言い方もありますよね。可能の言い方として、例えば、私は泳げるっていうのは泳ぐことができるっていう言い方も言いますよね。なので、あ、じゃあ例えばもしこれが、ね、可能の意味であるならば、まあ、こういうすることができるっていうのを置き換えることができるだろうと。じゃあそうなると置き換えてみると、兄にプリンを食べることができる、変ですね。つまり1番は置き換えられない、置き換えることができないよ、することができない、
って、うん、2番嫌いなものがちょっと女子会の嫌いなものを食べることができた、うん、食べることができた、うん、なんか良さそうだよ、うん、ちょっとまあとりあえず置いといて3番、うん、ゴジラに食べられた、うん、ゴジラに食べることができた、多分これちょっと文脈本当はもうちょっとしたんですけど、ゴジラに食べられちゃった、食べられたちゃったとか入れたら食べられたって言った場合にこれあのまあなんだろうな、人がねゴジラにパクみたいな感じで食べられる、まあ、つまりこれ受け身の意味だろうなって見とることが多分まあ多い、まあ、こんな問題はねちょっと曖昧な問題になっちゃっていけないんですけど、まあ、これ受け身で取る方がまあいいだろうっていうのは、ゴジラにも食べることができたとかあんまり言わないんですよね、ゴジラくんすごいみたいな、そんなものも食べられるんだっていう可能の意味では取らない、だから、ちょっとすることができるっていう可能じゃないかなっていう感じです。でそうなると嫌いなものを食べることができる、食べることができた、ね、つまり今まで嫌いで食べることができなかったんだけど、あ、ついにやっと克服して嫌いなものが食べることができた、嫌いなものが食べられたとなると、これだけ言い換えが可能というふうに判断する。そうなるとこいつだけ言い換えができたので、つまりこいつが可能かな、ね、こいつは多分言い換えこれできなかったってことはこっちの受け身の方なのなという判断がつくんですよね。なので、まあ、今回のこの例っていうのはちょっとね、まあ、しょぼめの例というか、文脈がある程度必要だったりはするんですけど、まあ、解釈するならば受け身可能、受け身というふうになる方が正しいだろう、まあ、こういうふうに言い換えることによってある程度浮き彫りになってくる。特に1番なんて兄にプリンを食べることができたんです、ちょっともう変かな、そんな状況ないかなっていうふうに、じゃあ受け身と取らざるを得ない兄が、まあ、私のプリンを食べて、まあ、プリン、兄ちゃんにプリンを食べられたという感じの、まあ、被害の受け身、まあ、これ他動詞の関節受け身分っていう、受け身分に関して上げてるとかってこっちなんですよ。ということでこんな風にして、言い換え、違う表現に言い換えてあげることで、あ、これだけちょっと言い換えられないなとか、これに関してはこっちのパターンですよね、 B のパターンで、他の2つは言い換えられなくてこいつだけ言い換えられるということは2番のこれが仲間外れかなというふうに判断できる。なので、まあ、今回ちょっと理論編ということで、一応例も交えながら説明してきたんですけど、まあ、次回以降ですね、過去問の中に出てくる問題で、こういった表現だったら、こういうふうに言い換えて、仲間ずれを探していこうっていうような実践編っていうのもやっていこうと思いますので、まずはこういう考え方をするんだっていうふうに、一つですね、他にもいろいろあるんですけど、一つ頭の中に入れておくだけで、問題の取り組み方とか、具体的に解けるようになるっていう、姿勢が出来上がりますので、なんとなく解くんじゃなくて、確実に正解を見出す方法を自分の中に、作り上げて構築していくっていうことを大切にして勉強していくください。というわけで日本語教育の勉強し、具体的な合格に近づくための解き方ということでした。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。皆さんこんにちは、保仙大塾の保仙田です。不思議に思う、私は日本語の一応プロなんですけど、だからよく言われるの、日本語いつも気をつけてるの、私もなんかあなたが話してるのに、プロの人だからといって普段生活してるかもしれない、まあそんなこともなかった、別にこうなんか砕けた若者の言葉とかですね、プロって言ってもその仕事を離れたらそうじゃないみたいな、例えばなんかお笑い芸人のリルカとか物静かとかそんなことあると思うんですけど、料理に関してはどうなんだろうって私思う。その料理を作れるね、その料理人さんしてみたら、なんかまあ例えばこれはちょっとまずいな、もっといいものを作りなさいみたいな感じであると思うんですけど、お家で毎日の高いもの食べてるからそんなことないと思うんだよね。普段と皆さんと同じようなもの食べてるから、なんかそうなったらもう日々の料理も美味しくないと、なんかいやーこれまずいみたいな感じになっちゃうのかなと思って心配で。保仙田式日本語教室、今回は日本語教育能力検定試験合格への道ということでお伝えしていきます。今日はですね、かなり渾身の動画になるかと思ってお伝えしています。まずですね、今回独学で合格する方法、まあ、あの日本語教育能力検定試験という、日本語教師になるための試験が、まあ、唯一ある試験、今現行であるものが、この日本語教育能力検定試験です。これに合格すればいいと、まあ日本語教師としての資格の一つを持つことになるんですけど、これ結構ね、皆さん日本教師になるんだったら調べたらすぐ出てくるので、これを目指そうと合格しようっていう方が多いと思います。でこれ10月に試験があるんですけど、今回はこの動画では、独学で合格する方法っていうのをお伝えしていきます。なのでこの動画最後までご覧いただくと、まあ、私の経験踏まえながら、独学でやるためにはどういうふうにすればいいのかなとか、っていうことが、まあ大まかなことが見えてくると思いますので、ぜひよかったら、
最後までご覧ください。で、この試験っていうのは10月に毎年1年1回10月の末に、皆さんこんにちは、ああそんなもんなのかねとかって思って、それと違う視点かな、合わないっていうことが起きるので、パラパラっと見て紹介してる本なんですよね、これね。実際に合格したと面白いのが、なんですけど、その言語学の、日本教師、皆さんこんにちは、古仙田塾の、まあ同じ文法用法が全ての文で使われているので、そこに下線が出てある。その中で用法が違うものを選びなさい、それを見極めなさいっていう問題の僕、今回丸1ということで僕たちに行こうと思うんですけど、まあ例えばどんな問題か、これは私のね作で作ったものなんですけど、ヨーダの用法って書いてあって、まあヨーダというね、まあ文末表記ですね、今回の文末表記、これがね、例えばのの用法とかね、がの用法とか、にの用法とか、二角の用法とか、いろいろあるとは思うんですけど、今回文末のヨーダという表現の用法の問題が、カッコ1からカッコ3までこういった例文があったのにね、どうやって見極めたらいいのかねっていうことをお伝えして、まずですね、一つ注意点というか、お伝えしたいんですが、ニュアンスでなんとなくっていう感じで解こうとするとあんまり良くないと思います。どういうことかというと、ニュアンスでなんとなくで結構当たる人もいるんですよ、これはね。これからみたいな感じで当たる人も結構いる。まあそれでね、なんか、ってそのニュアンスとかを用いて切り抜けてって、合格みたいな、点数取って合格みたいな人もね、まあいるにはいるんですよね。で、ただじゃあそれって結局、なんかその、ニュアンスとかを読み取れるなんか、センスがないと解けないじゃないかみたいな感じになってしまいますよね。もし それだけの解き方なら。そうではなくて、その、きちんとね、トレーニングして、こういう風なやり方をしてみたいな感じで、これ、見極めの力はね、鍛えられるものですから、なんかね、近くにセンスだけでバシバシ、これでしょ、これでしょみたいな感じで解いてる人がいて、自分はなんか、なんかそんなニュアンスで頑張ってやろうとしても、なんか毎回外れるんだけど、みたいな思っても、それはね、気にしなくていいです。気にしなくていいっていうのは、まあその方はね、すごいですよね。そのニュアンスで、なんとなく、具体的には言えないかもしれないけど、なんとなく意味用法の違いを捉えてるっていうところにおいては、素晴らしいとは思うんですけど、その時から、なんていうんですかね。その方法しかないみたいな、そういうセンスが持ってる人しか解けないみたいな問題にはなってなくて、きちんとそのなんだろう、現段階でちょっと難しいなみたいな、なんか迷っちゃうっていう人でも、きちんとトレーニングすれば、こういうのは見極められるようになっていきますので、ぜひですね、そのやり方っていうのを、まあ、一個ずつご紹介していきます。で、この見極め問題の極意という点において、今回伝えたいのはこれなんですね。言い換えをするというところなんですね。言い換えようと、違う言葉に言い換えてしまって、それでどうなるのかっていうことを見るんですね、っていうのがこの見極めの中で非常に有効な方法としてあります。まあ、例えば今回のヨーダの用法に関して、ね、例えばカッコ1からカッコ3までね、今日古仙田は来ないようだ、ね、ヨーダ使われてるのに、古仙田はもう出かけてしまったようだ、これもヨーダ使われてる。3、古仙田の話を聞くのは地獄にいるようだね。失礼。みたいなね。自分で作ったからいいんですけどね。で、まあね、見た目にもね、ちょっと今回、なんかあまりにも分かりやすいかなって感じあるんですけど、この中で、まあ、一つだけ、まあ、用語が違うものがあるというふうになった場合、言い換えをしてみるとね。例えば、カッコ1、今日古仙田は来ないようだっていうのを、まあなんかね、別の言い方にしてみようというときに、例えば、こんな言い方ありますよね。古仙田は今日来ないらしい。ね、来ないらしいよ、というふうに言っても、古仙田、今日古仙田は来ないようだ、と言っても、まあ同じようなこと言ってるかな、っていうふうになりますよね。じゃあ、2番ね。古仙田はもう出かけてしまったようだ。出かけてしまったようだ。これも、今日古仙田はもう出かけてしまったらしい、っていうふうに、らしいというふうに書いてみると。まあこれもね、今、らしいに言い換えても、先ほどね、同じようなこと伝えてるかな、っていうふうになりますよね。でも、カッコ3番。古仙田の話を聞くのは地獄にいるようだっていうのを、古仙田の話を聞くのは地獄にいるらしい。とすると、ん?みたいな。なんか、あれ?みたいな。なんかよくわかんなくなっちゃうね。なんかさっきの文とはなんか全然意味違うし、どんどんなんかもう意味がね、通らないような感じになってしまって、これらしいで言い換えられないんじゃない?っていうふうになると。そうなった瞬間に、あ、なるほどと。
1番2番がらしで言い換えられるっていうことは、ね、ここの2つは、ね、同じ意味なんだなっていうふうに。ただカッコ3番が同じようにらしで言い換えられないよってなるってことは、あ、こいつだけがねちょっと違う用法なのかなっていうふうになってくるんですね。で、まあもう少し詳しく言ってしまうと、このらしでね言い換えられたタイプのものに関しては、意味としては水量の用途だよっていうふうに言われることが多いね。カッコ3番のこの用途に関しては、これは比喩の用途ね。比喩の用途ね。比喩の用途って比喩として使われている用途という用途ですね。だから比喩だから、それではないんだけどそれに似ているよとかね。つまり古仙の話を聞くのは地獄にいることと似ていると、ね、いることだから、言い換えるとすればいることと、まあ、似ているなんていうふうな言い換えは可能ですよね。まあ古仙の話を聞くのは地獄にいることと似ているよと、地獄にいるのと同じだとかね、同じよう、また用途使っちゃうのに同じ感じだとかね、そんな感じで言えばそれ比喩のねことを表しているようだになると。